どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、スラッシュバスターシリーズでございますね。あと残り2体となっておりますが、本日はですね最も攻撃力が高い、まあ、レモンバスターと同じ攻撃力を誇る最強の脳筋モンスター、ハイパーサイコガンナースラッシュバスターさん、こちらをね使っていきたいと思っております。ハイパーサイコガンナースラッシュバスター L ですからねノーマルカードですかハワイソスで、これまあどういう効果を持ってるかっていうと、ハイパーサイコガンナーがそもそもですね、結構なんだろうな、なんか脳筋モンスターなんですよ。貫通効果持っていて、で相手ライフ2000ダメージをその貫通効果与えた分だけ回復して、だから貫通して回復するっていう、まあ、要は相手にダメージ与えてで自分だけ回復するみたいな、そういうモンスターなんですけども、これのスラッシュバスター化するとどういうことが起きるかっていうと、これね、まあ、似たような効果なんですけどね、結構違います。割と、このカードが相手モンスターと戦闘を行ったダメージステップ終了時、相手モンスターの守備力分のダメージを相手ライフに与えて、攻撃力分だけ相手の、自分のライフポイントを回復する。だから守備分だけ、ダメージ、攻撃分だけ回復と。これね、何が強いかっていうと、ダメージステップ終了時に効果が発動するんですよ。つまりどういうことか、自分が死んでも効果を発動します。だから例えばですよ、オベリスク的な、なんかその超でけえモンスターが立った、5000とかのモンスターが立った、でこいつ殴られた、そうするとその殴られても効果発動するんで、効果を発動して相手の収録分だけダメージ与えて攻撃力分ライフ回復するんですよ。でさらに、ハイパーサイコガンナースラッシュバスターは破壊された場合また、このハイパーサイコガンナーを、戻すっていうフィールドにね、ここ持ってるんでね。てかね、なんならね、これね、ワンチャンね、このなんかバーンダメージでマジで相手死ぬっていうこと結構あるんですよ。これが結構まあそこそこ強くて、まあ効果破壊されると、マジで別法弱いんで、ただこれが返ってくるだけなんでね。まあ言うて3000なんで強いんですけどね。3000なんで強いんですけど、まあ言うて返ってくるだけなんで、なんかそうあるんですけども。今日はこのモンスターを活躍させるっていうデッキにしました。で一応もちろんね、サイキックレフレクター、サイキックヤリレクターさん、誰ともやる男、ヤリレクターさん、が一応強いんですけど、これでバスターモードとかね、バスターモード0とかをサーチできるんでなんですけれども、結局サイキック族っていうのはハイパーサイコガンナーを出さなければいけない。でこのモンスターはサイキック族中段以下のサイキック族モンスターっていう縛りがあるんですよ。だからそのまんまやってれば出せないんで、レベル上昇型のこのなんかサイキック族6神経ロジックあるじゃないですか。サイキックサイコウィルダーとかサイコウィッチとか、サイコトラッカーとか、だからこのサイコとサイコをドッキングさせると、6もしくは9がレベル上昇を使うとね出るんですよね。だからこういったまあ、もちろんそのレベル上昇してクリボール見せて7でなんかブラロみたいなこともできるんですけど、一応ねまあたまにほんとごく丸にやります。まあそういったなんかその各種多様なレベルの合わせ方をして、新キロデッキで戦っていくと。で、これワンチャンこれ引いたらマジで俺切れますから、今日もこれ引いたら切れます。はい、レベルレベルじゃねえや、デッキで眠っててほしいカードなんで、これ引いたら切れますということで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ過去フラグ。さあお相手の方、ダブル髪の毛も迷宮入り兄弟さんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあハイパーサイコガンナーのね、伊達の高さ、これをね皆さんにお見舞いしたいと思います。ハイパーサイコガンナーと、ハイパーサイコガンナースラッシュバスターさん、ですね、特に耐性とかはございませんので効果特に耐性とかはございませんので、ひたすらに殴って回復してダメージを与えるというだけの非常に明快な効果を持っております。だから扱いやすくはありますね。スラッシュバスターモンスターの中でも効果が非常に分かりやすい、非常に誰でも使える、そういったモンスターとなっております。サブテラ OK、裏返る効果、リバースサイクルリバースして手札の、アクエドリアさん OK、 いいでしょう。ここはですね一回ブラローでぶっ破しますか。サブテラーさんはブラローぶっ破決まってるんでね、リグリガードはいなければ
はい、OK。ブラロ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 。これはブラロ。サブテラーはブラロって決まってるから。サイキックリフレクターを攻撃表示で召喚。サイキックリフレクターの効果発動。サイキックリフレクターの効果によって、バスタービーストを手札に加えていく。そして、バスタービーストの効果発動。このカードを手札から捨てることによって、デッキよりバスターモードを手札に加えていく。そして、サイキックヤリレクターさんの効果発動。誰とでもやることによって、誰とでもやることにより、レベルを2個上げて、バスタービーストを特殊召喚。そして、レベル6、バスタービーストをレベル1、サイキックリフレクターにチューニング。冷たい炎が。世界の全てを包み込む漆黒の花よ開け新規の召喚現れよブラックローズドラゴン効果発動ブラックローズガイルえい、ー、くさターン終了はいサブテラーはブラックローズするとこれマジサレンダーされそう普通にサブテラーはマジでブラックローズした瞬間にサレンダーされるっていうの結構あるんでねこれあるあるサブテラーあるあるリグリアードが特殊召喚されてる場合、されてる場合は一応なんとかなるんですけど、シンクロする前に止めればね。3、OK。あれの効果でね、なんか決戦の効果で表側にして、まあそれは別に受けていいですよ。全然問題です。はい、OK。1600、参りましょう。いってぇな、よくもやってくれたな。お仕置きだ。ちょっと待ってよ待ってよ今お前じゃなきゃ出せたやんクソコミカスモンスターがクソコミカスモンスターがクソコミカスモンスターが本当にお前じゃなかったら出せたんだよこのターンで削り切れたのにほんまこいつほんまクソまあそうは言っても出しますかそうは言っても出しますかブルーなくしたところあんま意味ないんですよねとりあえずも出しに行きますもうしょうがないわいやーこっち近かったな今すげえかっこいいムーブできたのにもうほんまこれがねさあれですよバスターモードの一気のほんとうんこの点バスターモードイコールうんこの点ですよですねまあこれとりあえずこっち行きましょうもう知りませんその音はもうこのカードを出すデッキなんでこのカードを出すっていうデッキなんでいけハイパーサイコガンダー最高ビルダーの効果発動てめえをぶち殺していくそのセットは多分あれでしょ決戦があったでしょそこはしやった厳しいそれは厳しいもういいや出しろそこはし厳しいそこはしゃ厳いなちょっといいやちょあとはですねリフリクターかバスタモのゼロを引くしかないですね私はこのなんかそこらしされたハイパーサイコガンダーマジ意味ないんで無意味なんでこれこのモンスター何の役割もないんで今ただの壁となってただの壁と化してるんであ来たんだがあれこれは来たんだがこれは来たんだがただ使う意味追撃に使えばいいか追撃に使えばいいかバトル400ダイレクトはいけやってたより速攻魔法バスターモードゼロ発動俺はハイパーサイコガンダーをリリースしあらあれよハイパーサイコガンダースラッシュバスターさあてめえの残りライフは100だな大丈夫かハゲアートネイチャーに通った方がいいんじゃないか毛髪が増えると噂だぞ悩み無用というあれDV21だアッコさんが言ったぞもう悩み無用って今すぐこの女デュエルなんてやってないでリーブ21に駆け込んだ方がいいんじゃないか名義巨大よおいハゲ聞いてるかおいハゲリーブシャープおいハゲリーブ21いけよさあどうするんでしょうかさあ残りカードが2枚さあサブテラー選手変わっております3500という圧倒的なる攻撃力の前にひれ伏しなさいこのモンスターはちなみに破壊したモンスターを破壊した場合破壊したモンスターの守備力分のなんだっけ、ダメージを与えて攻撃力分回復するっていうのがちょっと謎の効果を持っておりますおサブテラーの選手来たバトルあー投げなくても別にいいや別にいいやでこれで私のターンドローしていく狡猾でバスタービースト特にいらないな
がサービス特にいないんだけども、一応圧縮しておきますか。圧縮しておきますか。まあどっちにしても勝ちなんですけどね。バトルしまーしょ。はい、さよなら。はい、ありがとうございます。そこらしなんていう陰キャカードを使ったバツや。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、闇の力、闇の力なんだろうな、リフレクター系かな。リフレクターしかない、無理だ。リフレクター召喚、リフレクター効果、ヤリレクターさん、誰とでもヤリレクターさんの効果発動。でヤリチェンを捨てて、ヤリチェン捨ててバスも持ってきて、で、サイキックリフレクターの効果発動。バスターモードを相手に見せつけることによって、墓地のバスタービーストを墓地より特殊召喚、レベル1上げるぜ。そしてレベル5サイキック、サイキックじゃねえやバスタービーストにレベル1サイキックヤリレクターをチューニング、やりやりシンクロ召喚ハイパーサイコライザー。カードをちょっと骨砕の的になりますけども骨砕に的になりますけども、もうね、もうなんかこのね、バスターモードが除去されなかったためじゃないからね、今のところ。今のところどうでしょう。さあ、コズミックサイクロンの効果発動、バスターモードを除外していく、ギャースっていう展開しか、お、ないか。マジシャンズロット、なるほど。ブラックマジシャンでしたか。なるほどですね。珍しいですね。闇の力、サイキックリフレクターブラグマジみたいな感じなんでしょうか。でもあれか、サーチする魔法とフィールド魔法ねえか。セッセッセッ、オッケー、ああオッケー。ウィルダー、おウィルダー、おウィルダー、おウィルダー。その場合レベル上昇で、これなんかあの黄金の手札が揃ってるんですよね。一応ハイパーサイコガンナーを出せる黄金の手札が、まあ、これ先行で欲しかったみたいなとこある先行でやらせるってのある。これサイコビルダー召喚は、召喚どうでしょう。特に何もないですか。てかこれサイコトラッカーの方だったな。サイコトラッカー特殊召喚して、これはマジで効果下げ、マジでダメで効果下げ、あーない、オッケー。スキル、レベル上昇発動、サイコビルダーのレベルを3個上げて96にして、そしてサイコトラッカーにレベル6となったサイコビルダーをチューニング、サイコとサイコをドッキング、ハイパーサイコガンナー。そして墓地のサイコビルダーの効果発動、てめえのマジシャンズロットを破壊していくぜ。イリュージョンマジックオッケー、イリュージョンマジックオッケー。で波紋がガチでやばいけど、波紋は、なんとかこの、あれですね、バスターモードっていう最強のカードで、あ無理だ、ダメだ、逃げられない波紋だったら終わり。モンスター出てきた、モンスター出てきた。はい、バスターモード絶対攻撃表示出すんですよね、これで。これで殴っていく、さあいけ、ハイパーサイコブースト、ギャースギャースバスターモード発動ってことは多分波紋はねえな、いけドリュー、オッケー。ちょっとこれこんな感じではない、くそ、俺のハイパーサイコライザーが、サイコサイコうっせよってね、このデッキ。え、何ですか、1枚セット、ディバイオス強えけど、でもねこれね多分ね戦闘で破壊できないから、これ結構強いよ。だってもうこれハイパーサイコガンナースラッシュバスターさんだってこれ勝利できないから、もう。え、来るんすか、え、それ効果発動しますけどいいっすか。え、アザスなんですけど、アザスなんですけど、あなたライフ500しかないですけど、対戦ありがとうございました。ハイパーサイコガンナー強すぎか。さあ、お相手の方、セッティルティ特権だ、うるせえ。あ、反動はそこそこいいですね。あと俺リビエドアラが来てくんだけどな、バスターモード、あ、まあ、それも結構まあまあそこそこいいな。フムリフレクターからいきます、リフレクターからいきましょうか、リフレクターからいきます。いやでもこれ一回サイコビッチセットもあるけどね、まあ一応リフレクターがいくか。リフレクター召喚、リフレクター効果、ヤリレクターさんの効果によって、バスビー持ってくる、これでも何出すかすげえ迷いってのあるけどね、ブリューなくしてもいいんだけどな。むずいけど、まあ一応ドラッグ、ドラッグかな、ドラッグかな、むずいなこれ。まあでも裏締めなかったらドラッグしかねえか。
レベル4上げていきましょう。レベル4上げていく。レベル4上げていく。で、バスターベイストを出していく。で、レベル8。バスターベイストに、レベル1、サイキックリフレクターをチューニング。大地を揺るがす、灼熱の号砲。強大なる敵をガチ。破滅をもたらす、砲弾と化せ。シュンクの召喚。降誕せよ、ドラッグンバーミニオン。ドラッグンバーミニオンの効果発動。墓地の、チューナーモンスター1体をゲームから除外し、てめえのモンスターを1体破壊していくぜ。ブラックブラキ、どういうデッキどういう状態、どういうこと、過去のあれか、なんか古代からあの帰ってきたタイムマシンかなんか使ってます。トーナシバが強い。トーナシバがディノインフィニティ、あ、やばい。ディノインフィニティとかやばそう。ブラックドラゴン強いな、おい。ブラックドラゴンめっちゃ強いな。やばいやばいやばい、なんか3枚除外して出てきた、やばい。で、ジャイアントリックスも出てくる。うわ強い、わ強い。ね、アドバンスドロー、強い強い。ブロックドラゴンの効果、ブロックドラゴンでブロックドラゴン持ってくる。やばい、強強強強強強強ムーブじゃんそれ。どういうこと、これ何が起きるのこれやばいやばい、なんかすごいことになってる。で、ブロックドラゴン出てきた、オッケー。で、ブロックドラゴン出てきた。で、ディファレントディメーションリバイバル。で、除外されてるモンスター入ったら特殊感、まずい。あーっ、あ、生きた。あ、そうか、ジャイアントレックスは攻撃できない、ダイレクトアタックできない、あいつは。やったら俺も何もできないセットしないのか、セットして、セットして、でもクリボールある、クリボールある。あ、でも耐えらんないか、耐えらんねえわヤッホーおい、すごいデッキだな。どういうデッキでランクして潜ってんだよこいつ、やばすぎ。